古本屋さんに売り飛ばすくらいなら盛大に燃やしてくださいと。僕は燃やしません。これをですね、まずは切り刻みます。こうやってよいしょってやるとこんな風になっちゃって、よいしょってやればほら、よいしょってご飯用意してるんで食べないとダメだと思うんだよ。こうやって柴田の思いとか考えてることとかを全部自分の中に DNA として取り込んで、ほらめちゃくちゃ美味しそうでしょ。僕はですね、ぴょこたんという名前でこういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。最近読んだ本の話します。こちらになります。炎上商法で1億円稼いだ男の成功法則。 YouTuber 柴田。案件じゃねえよ。案件やるわけねえだろこんなの。前回ダルビッシュチャンネル見てたらダルビッシュがこれ紹介してたんで、ダルビッシュがねこの中で柴田が言ってた発言の一つとしてね、本をも自分でね燃やして動画にしたら俺も燃やしてくれみたいな人が相次いで現れたみたいなことが書いてあったよってダルビッシュが言ったの。あれそれって僕のことなんじゃないかなと思ってね、よーく読んだら僕じゃなくてマックス村井でしたマックス村井も燃やされてんのね。じゃあ僕とマックス村井ってさ、柴田に本燃やされた仲間なんだね。マックス村井の本は燃やしてくれと本人から検討されてきたからお望み通り燃やしましただって僕もねマーチャン大会だった時にこれ燃やしてくれたら T シャツの絵描くよっつって、で燃やしてくれたから T シャツの絵描いたんだよ。でまあこの本の感想なんだけど、正直に柴田は描いてるから悪い感じではない。だけどその描いてる通りここに俺のやり方を全部書いてるけど、全く同じようにこれをやったって今は環境が違うから絶対成功しません、残念でしたって最後に書いてあるの。あとは、まあ、自伝みたいなもんだね。自分はこういうふうにしてこういうふうにした。でこれも多分インタビュー本っぽいんだよ。バーって喋ったことをライターが多分文字に起こしたんじゃないかなと僕は睨んでる。まあわかんないけどね。これを柴田がいちいちさテキストで書くかって言ったら書かないと思うんだよ。だから多分バーっとインタビューとでこれで例えば3時間ぐらいインタビューでバーって喋ってこういうのはどうだったんですかってバーって言ったことをうまいことライターがねテキストにまとめたんじゃないかなっていうぐらいの感じだった。だけどここに嘘はそこまでの大きな嘘は書かれてないんだよ。だから正直だなと思ったし、まあ少しは参考になるところもあったね。やっぱり僕は柴田とさ結構な部分で近いところも感じてんの。なぜなら柴田は自分プロレスラーでも何でもねえくせにプロレスラーの柴田ってずっと名乗ってんじゃん。それって僕の漫画家と一緒なんだよ。対して漫画も描いてないくせにやっぱ漫画家って名乗る。僕はその動画に対して漫画家として活動してるところがあるわけ。柴田はもう全然プロレスなんかやってないくせにプロレスリングっていうのは自分の動画にプロレスとか言ってんじゃん。だからプロレスっていうのを捨てたくないわけだからしがみついててたまに誰かと試合したりしてんだけど、僕の漫画はまさにそうだわ。やっぱ漫画家っていうのは1個乗っかるか乗っからないかって大きな違いで、だから今でもちゃんと僕は連載もしてますし実際問題漫画家なわけなんですよ。いやいやあいつはアウトサイダーでガチで試合してるって、じゃあ僕だって漫画家入ってんだろガチで。コロコロコミックの別冊コロコロ一番とかコロコロ兄貴とかニュースがわかる。じゃ何僕はマジじゃないって、お前のかその了見どうなんだよ。それ20年ぐらいやってんだぞこっちはゲームラボとか、だからまあこれまあ読んで参考になる部分は結構あったし、柴田の考え方はまあうなずけるところも結構多い。だけどやっぱこういうタイプの人間っていうのは非常にネガティブな思考が強すぎる。そのトップの方にいながらずっと続けてるやつってもう脅迫観念がね強すぎて、これは YouTuber だけじゃない、漫画界にもトップ走ってる高橋留美子さんとか、まあ、僕の身近なところで言えば曽山和俊、デンジャラス爺さんの曽山さんなんかはあんだけ成功してながらまだ下からの突き上げを恐れてるの。新しいギャグ漫画家が出てきたらこの人が自分の地位を脅かすんじゃないかってビクビクしたりする。もういいじゃんっていうのにするっていうところが、古く言えば藤子 F 不二雄先生とか手塚治虫さんとかもそういうタイプだと思うんだけど、そういうタイプじゃないとやっぱ走り続けられないんだよ。だから常にもういいじゃん1億持ってればって僕なんかにしてれば思っちゃうんだけど、やっぱりねそういう人たちっていうのはずっと続けていくのは非常にネガティブな感情が自分の原動力になってるというのが多くて、だから自分はやれるだけ稼ぎたいっていうのもあるし、誰かに脅かされるんじゃないか、だったら続けるしかないみたいな。で YouTube のね規約が変わってチャンネルがなくなったらどうしようとか、いっぱいそういうことばっかりを思って、だからねある意味ね幸せなんかなって。本当に結構ガチでそういうタイプの人ってクリエイターのトップには多くて、それはそれで大変だなって僕は思うから、僕はね常にトップは狙わないんだよ。やっぱり一番大きなメディアの底辺にいたいめちゃくそクズ発言だけど、めちゃくそクズ発言としては僕の考えの一番大きなところは、大きなメディアはそれなりにまあ広告収入とかさっきも言ったように入ってきてるわけじゃん。そこの底辺ってぬるま湯なんですよ。何の嫌なこともないし、それなりのこう暮らせるお金をいただけるし、だから底辺って居心地いいなって、なんかこう自分でもね、もうあらかじめ底辺って書いちゃうんだよ。底辺 YouTuber、底辺漫画家ってこんなキラキラしたカードでこの底辺って載せることでくさびを打ってんのね。よくさ、漫画家なんですよって言ったら、ジャンプに書いてるんですかとかさ、もしかしてワンピース書いてませんって急に言われるじゃん。あいつらバカだから漫画家って言ったらそう思っちゃうし、 YouTuber って言ったらもしかしてヒカキンさんとかとか言うじゃん、バカだからだけど底辺って書いとけば、いや違いますって最初から底辺って書いとけば、そういうことすら言われないわけ。めんどくせえバカどもの相手もしなくて済むわけだから。だから僕は底辺なんだよ。底辺も非常にそうバカなんだよ、世の中のやつは。基本漫画家の人とかもその気持ちわからないかな。自分漫画家ですって言った時にめちゃくちゃ大きなと上から突っ込んでくるヒカキン YouTuber ですって言ったら、ヒカキンはじめ社長知ってます、私 YouTuber 知ってますヒカキンでしょ、はじめ社長でしょって、そこに僕の名前並べられないから。だからこんぐらいがねちょうどいいんですよ。漫画でも味わったし YouTuber でも味わった。だからこその僕のね暮らしの知恵として思い出したのは、最初からもう底辺を名乗っておくこと、これが誰も傷つけないこれおすすめです皆さん。というわけでね、まあこちらなんだけど、まあ最後の記述としてね、こういうことが書いてありました。俺もねこの場で許可を出すので、古本屋さんに売り飛ばすぐらいなら盛大に燃やしてくださいと。それが炎上系 YouTuber のね本にふさわしい最後かもしれません。というわけでね、まあ今からですねこの本をね、まあ、燃やそうと思いますけど、だけどこれを燃やしてるやつ、お前ら YouTuber として三流だよ。僕はねこの本に込められた意味知ってるよ。柴田の言う通りにしたってそんなの柴田の手のひらの上で踊らされてるだけじゃん。僕はあえて燃やしません。燃やさない代わりにね、今からですねまずこちらのね機械を用意しましたんで、こちらでまずこれをですね、まずは切り刻みます。これのために用意したですねこちらのこれ自炊する時の最大用のマシンなんですけど、こうやってねこうやって、これはでも僕柴田と同じ気持ちだから僕は分かるんだわ。自分の本マジで古本屋とかメルカリとか売られるぐらいならこうされた方がよっぽどいいから。だからですねまずこれでここでねがっちり固定しますよね。これ便利なんだよ。これみんなも買ってね。これ意外に安いからこうやってやって、ここをねこのレバーをこう安全ロックを外した状態でこうやってよいしょってやると、よしよしよいしょ、あれよし、あれもう切れてるのかな。こんな風になっちゃうんです。これめちゃくちゃすごいから、これこんな風になっちゃって、まだまだこれじゃ全然だから、この柴田の顔の部分とかもあるから、これ別に悪いことじゃないからね。だってやってくださいって書いてる、こういう意味で書いてるんだから。柴田はこうやってこう押さえてこれを簡単にこう安全ロックを外してよいしょってやれば、ほらよいしょって、うん、こうやってほらこうやってね綺麗に、だからもう絶対これ売り物にならないし、こうやってだからこうやってやってこうやって押さえてよいしょってね。そしてこれだけじゃね全然僕は柴田にとって全然ダメだと思う。僕はねもう一つ用意してることがある。これだけじゃさ動画の企画としたってさ全然弱いじゃんこんなの。たださ柴田の方もさこれにバラバラにしただけじゃん。だってほらただバラバラにしてぐちゃぐちゃになっちゃっただけじゃんですよね。ああそうそこにやっぱり「食え」っていうコメントがあるんで、やっぱ僕はご飯用意してるんで、やっぱ柴田丼として食って自分の中に入れて、それで初めて完成なんじゃないかなっていうのを非常に思うわけだ。って暗記パンっていうドラえもんのさ道具でもやっぱり書いてあることを入れようと思ったらやっぱりさ、このご飯として食べないとダメだと思うんだよ。この発芽玄米のファンケルのに結構いい紙使ってるから結構美味しいと思うんだよね。だこうやってこうやってさ、こうやってほら、こうやってかければ僕よっさんのチンゲ食ってるから全然こんなの朝飯前なんですよ。ただし真似しないでね、絶対に真似しないで。みんなこうやって柴田の思いとか考えてることとかを全部自分の中に DNA として取り込んで、絶対動画消されないよ。これ紙っていうのはタンパク質なんだから、こうやってファンケルの発芽玄米だぜ。しかも酔ってんのって何なのそれ、うん、じゃあね、そういうわけでこちらの柴田丼をいただいて、僕は一人前のね炎上系 YouTuber として、ほらめちゃくちゃ美味しそうでしょ。じゃあいただきます。なんかすいません、このうまいかも。あ、いけるわ。うまい。うまいわこれ。全然こんなの。というわけで、今、発行部数が10万部突破している人の本は、僕全部読んで、レビューして、食うっていう YouTuber になろうかなと思ってるの。柴田は燃やすだろ、炎上系だから。せいぜい燃やすことしかできないんだよ、柴田なんて。しかもちょろちょろとした大したね、燃やかすも残らないような、こんな感じ。僕は食うから。食って自分の身に DNA に。ちゃんとこの麦茶も持ってきてるから。こうやって僕はいろんな人間を吸収していて、まず最初に麻雀大会でね、生主ハウスで麻雀で負けて、よっさんのチンゲ丼を食ったわけよ。そこから僕はよっさんに対する理解がすごい深まって、よっさんのね、人生を相談受けたりとか、よっさんのね、寿命を心配したりとか、よっさんに対してすごく親身になって話をね、聞けるようになった。そして今回、このね、柴田の本を全部読み込んで、その後に柴田の希望通りにね、その本を売れない形にして、で、自分をちゃんとこう取り込んでいくことで、かなり、良かったと思うぜ。これから次柴田に会った時も、なんか優しい気持ちで会えるような感じがするし、時間もちょうどぴったりだし。ああ、美味しかった。どうもごちそうさまでした。でね、こうやってどんどんセルみたいにね、ドラゴンボールのセルってわかるか、いろんな人間を吸収していくことですんごい強くなっていくの。どんどんその人間を吸収することでどんどん強くなっていってっていうね感じを目指してますんで、次大悟の本あたり食いたいね。メンタリスト大悟かホリエモンあたりの本を食いたい僕は。だからね、ぜひね、そのオファーいただければ食いますんで、よろしくお願いします。いや、今の本はいい紙使ってっから全然そんな大丈夫だから心配しないで。ただ良い子のみんなは絶対真似すんなよ。